靭なメンタル今ゲットし始めたチーム、それが茅ヶ崎ブルー茅ヶ崎中学校サッカー部だ。まだ無名の部活チーム。この日は技術調査、個々の課題を見つける。ナレーションは私チューニャンがお送りいたします。1年生も数名レギュラーに入り、育成の底上げが重要視される。なんといってもフォワードの決定力不足、格上のチームには歯が立たなく、ディフェンスの安定感不足も気になる。しかしこのマイナスが大きいからこそ修正点がよく見える。それが大きなチャンスだと考えていきたい。ただやみくもにサッカーをしないために、本気でサッカーを理解する時が来た。どうやったら自分をチームに活かせるか、どこまで自分を知っているか、そこに焦点を当てさせることが監督の狙いだ。すべてプラスに考える。というものは、それが勝利に導いてくれる。監督がそう言っているのを盗み聞きした私チューニャンなのであった。あれ、盗み聞きは良くないよチューニャン。でも違った。